マルジン・ウィスルとは、中世ウェールズの伝説に登場する予言者とも、狂人とも言われる人物。あるいは、ラテン語風にメルリヌス・カレドニスとも、英語風にミルディンとかな表記することもある。時期的に、マルジンは、アーサー・王より、後の時代に活躍した人物だが、後世において、アーサー・王物語に登場するマーリンのモデルとして、重要な人物とされる。 マルジンは6世紀のブリテンに存在したらしい。おそらく西暦540年頃に生まれ、双子の姉妹、グーエンディズがいたと言われている。573年のアルブデラズの虐殺を経験した、マルジンは発狂し、森を住みかとして動物たちと暮らすようになった。彼はそこで予言の力を得たと言われている。また、マルジンは自分の死を予言していたという。 その死に方とは、墜落死する、貫かれて死ぬ、溺れ死ぬというものであった。この奇怪な予言は、最終的に成就することになる。羊飼いたちが崖で、マルジンを借り立てたところ、マルジンは転落し、漁師が放置していた杭に体を貫かれ、そして頭が水中にある状態で命を落としたのである。この予言はいくつかのバリエーションが見られ、他の魔法使いにも、 動詞のエピソードが残っている。マルジンの墓は、ツイード川の周囲にあると考えられているが、その辺では何も見つかっていない。12世紀以前、初期のウェールズの詩では、マルジンは、カレドニアの森で暮らす狂人であるとする伝説が多い。ここで、マルジンは、自身がバードとして仕えた、グーエンゾレー・アプケディオの詩などの災害について、試作にふけた。これらの詩は、 アルブデラズの戦いの悲惨さについて記述しているが、これによれば、マーリンの主君のグーエンゾレーは虐殺され、マルジンは、この敗北を見て精神に異常をきたしたという。なお、カンブリア年代記によれば、アルブデラズの戦いは573年であるとされており、グーエンゾレーの助言者の名前は、エディベルの息子、とされているのでペレディルあたりではないかと考えられている。この伝説は、 デイローケンケンティジェムと呼ばれており、15世紀後半の写本にも残されている。この伝説で、西文語は、荒野で、ライロケンと呼ばれる狂人と出会う。この狂人はメルリヌムあるいは、マーリンなどとも呼ばれており、宗教における罪によって、獣の社会を放浪させられているというのである。さらに、狂人は、王の構想によって死んだ多くのすべての者の死を、 引き起こしたことも告げる。聖文語にこれらを語り終えると、狂人は荒野に姿を消すのだった。さらに、狂人は、聖、ケンティガーンに秘籍を求めるまで、幾度か登場し、自身が三つの方法で死ぬことを予言する。ややためらった後、聖、ケンティガーンは、狂人の頼みを聞き入れる。やがて、狂人は羊飼いたちの王に捕らえられ、棍棒で殴られ、 ツイード川に投げ込まれ、川では食意に体を貫かれるということによって予言は成就されたのである。近代において描かれるマーリン像はジェフリー・オブ・モンマスにより始まった。モンマスのマーリンの予言はウェールズの人物であるマルジンの予言を集めたものであるが著作中ではこの予言者の名前はマーリンとされている。モンマスはマーリンの予言を ブリタニア列王子に反映させている。だが、ブリタニア列王子では、若干設定が異なっており、マーリンは、マルジンが生きていた頃より、時期的に数十年ほど前、ブリテンの王が、アウレリウス・アンブロシウスやアーサー王だった頃の人間としている。また、モンマスはアンブロシウスに起源を持つ逸話と、モンマス自身が創作したと思われるエピソードを追加している。後々、 ボンマスはさらに、マーリンの生涯を作成した。この書物は、マルジンについて、初期のウェールズの伝承とアルスレットの戦いを題材に、しており、これら事件はマーリンが、アーサー・王と関わりを持った、以後の出来事だと説明している。しかしながら、マーリンの生涯は、ブリタニア列王史における、マーリン像を覆すほど知名度を得ることはなく、 ブリタニア列王子のマーリン像が後世に大きな影響を与えることになった。ありがとうございます。